はい、キャプテンヤスのバイブルトークです。受難週の月曜日、月曜日はですね、宮清めの月曜日ということで、マタイの福音書21章の12からお読みします。それからイエスは宮に入って、その中で売り買いをしている者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしている。また宮の中で目の見えない人たちや足の不自由な人たちが身元に来たのでイエスは彼らを癒された。ここでしましょうね。はい、宮清め、月曜日の出来事として宮清めがあるんですけども、これってあれですよね、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ全てに書かれている、出来事です。で、私はタスマニア、オーストラリアに行った時に、ショックを受けたというか、クリスチャンでない時にすげえと思ったのがこの場面、今までそれまではですね、イエス・キリストっていうとなんかこうヒョロヒョロでね、こうなんかこう弱っちいイメージがあったんですけども、聖書を読んでいくと、あとね、タスマニアで見た映画かな、なんかミュージックビデオみたいなやつの中では、こうムキムキのね、大工ですから、人が神殿で大暴れしている、ちょうどこの場所です。このミュージックビデオみたいなのがあって、ロックの音楽家なんか一緒にでね、大暴れしているとこ見てすげえと思って、ちょっと興味を持ったというか、見直したって言ったらちょっと偉そうですけども、そういう場面でもあります。かなりだから自分がクリスチャンになる前に、おイエス様ってすげえやと思った箇所でもあるんですけども、今回は受難週の箇所を旧約聖書と見比べながら読んでいってますけども、これマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとありますが、実は今回マタイの福音書のところは実は俺はあんま好きじゃないというか、これねダメなんですよ。ダメというかね、じゃあ例えば、じゃあマタイはね、こう今読みましたけど、マルコの11の15から19、マルコには何て書いてあるかというと、じゃあ17節。そして人々に教えて言われた。私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれると書いてあるではないか。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にしてしまった。これはマルコね。次、ルカ。ルカの19の、45から48、46を読みましょうか。彼らに言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにお前たちはそれを強盗の巣にした。はい、でこれが今度ヨハネになると、ヨハネの2章の13から22ですけども、これ最悪ですね。最悪っていうか何ていうかな。16、鳩を売ってる者たちに言われた。それをここから持っていけ。私の父の家を商売の家にしてはならない。っていうふうにね、かなり威圧してますけども、これね、はっきり言って全部ダメです。で、唯一正しいのがマルコ。マルコ。マルコの書いてあるのが正しいです。なぜかと言いますと、これはイザヤ書の56章の7節からの引用なんですね。書いてあるって言ってるから言ってますから、ちゃんと書いてある通りに言わなきゃいけないんだけども、マルコ以外は書いてある通りに言ってません。じゃあ何て書いてあるかというと、イザヤ書の56の7、私の聖なる山に来させて、私の祈りの家で彼らを楽しませる。彼らの全焼の捧げ物や生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。なぜなら私の家はあらゆる民の祈りの家と呼ばれるからだ。はい、これこの箇所、イエス様が神殿でね、売り買いをしている、商売をしている、悪どい儲けをしている、そういう人たちを怒ったっていうとこではあるんですけども、でもイエス様が一番怒ったのはそこじゃないんですね。どこかというと、この祈りの家を祈りの家と呼ばれるじゃなくて、あらゆる民のっていうところが大事なんですね。あらゆる民の、そのあらゆる民のっていうのがちゃんと書いてあるのは、旧約と同じように書いてあるのはマルコだけで、他のところはあらゆる民のが抜けちゃってるんですね。なぜか知らないんです。で、
この場所というのはどういうことが起きていたかと言いますと、神殿、祈りの場所なんですけども、その神殿には階級がやっぱりあって、同じ神殿でもユダヤ人は男性は一番奥のね、一番その神殿に近いところで祈ることができた。で、次にユダヤ人の女性はそこまで入れなかった。さらに異邦人の庭、婦人の庭と異邦人の庭ってのがあって、異邦人の庭っていうところがあるっていうことは、異邦人も来ていいんだけども、ここまでしか入れませんよっていう、そういう場所があったんですね。だからユダヤ人は一番近く奥まで入れる、でも異邦人とか女性はそこまで行けなかった。じゃあこの商売人は何をしてたかで言いますと、その異邦人の庭にお店を出して商売をしていた。それをイエス様は怒ったんですよ。怒りますよ、それは。そしてこの強盗の巣っていうのが、これがエレミアの7の11、私の名が付けられているこの家はあなた方の目に強盗の巣と見えたのか、見よ、この私もそう見ていた、主の言葉。ここからですね。だからこの強盗の巣っていうのはイエスが言ったんじゃなくて、旧約に書いてあることを言ったわけですね。ですからイエスは旧約のイザヤ書とエレミア書をこうねの言葉を言いながら、お前たちはこのね、あらゆる民が私にね、会いに来ているこの場所を汚していると、祈りに来ているこの場所をお前たちは汚していると、強盗の巣にしていると、それを怒った。もちろんね、この祈りの家を汚したってこともありますけども、一番イエス様が怒ったのは、私はね、一番イエス様が怒ったのは、あらゆる民、いろんな人たちが、女性もユダヤ人じゃない異邦人も来ているのに、それをお前たちは強盗の巣にしていると、邪魔をしていると、ね、子供が近くに来るのをこう遮ろうとした弟子たちを怒ったイエス様と同じ、このね、怒りポイントを私は感じます。はい、ということで月曜日は、イエス様大暴れの日でした。それではまた、ごきげんよう。